今回はですね、いよいよ 4.5 メートルプールの睡蓮たちがね、開花してきましたので、そちらの、ね、開花の様子と、この今映ってますテトラさんのね、このポンプですね。こちらのソーラーブリードポンプ。こちらがですね、まあこんな感じで、多分プールの水半分ぐらい、だいたい3、40センチぐらいで、この時期はね、使ってて、前の動画でもね、多分そんぐらいの時期、こんな感じでプールの半分ぐらいですよね。で、使ってて、まあこんな感じでね、がっつり、まあポンプね、出てるんですけど、これをですね、水深をもっと上げた場合ですね、このプールのほぼ満水近くに行くとですね、だいたい60センチ近くあるんですけど、そのね、満水にした場合でも、このちゃんとね、ポンプが動くのかと、まあ曇りの日、雨の日でも、このポンプがね、しっかりこの水深っていうか、もっと深い水深でも、ちゃんとね、稼働するかっていうのをね、今回見ていきたいと思います。で、まずね、第1号にこのね 4.5 メートルプールで咲いてくれたのはジャッカフォンですね。これね、めちゃくちゃ濃いのが咲いてくれましたね。ちょっとね、花はまだシワシワですね。開花初期ということででしょうかね。ちょっとねシワシワですが、とってもね鮮やかで綺麗なねジャッカフォンがね咲いてきましたね。見てくださいよ、これめっちゃ綺麗ですね。この子はですね、秋植え替えたやつで、なので植え替えずにね、もうそのままこのプールにね、ドボンしたので、もう多分ね、開花が早かったと思います。多分ね、元からね、もうつぼみもね、結構がっつり、ついてたやつだったと思います。で、こんな感じでね、他の春に植え替えた睡蓮たちもですね、葉っぱをね、どんどん、展開してきてくれてます。ソーラーブリードポンプもね、この日はまあ晴れてるっていうことで、めちゃくちゃね、がっつり動いてますね。まあ、水深もね、先ほど言ったようにまだそこまでないですね。プールの半分ぐらいですね。結構ね、威力ありますよね、これ。こんな感じで。晴れの日だと、こんな感じでね、がっつり出てきますので、まあ、これがね、水深上げてもね、動くようだったらね、池とか、本当大型のたらい、まあ、これより大型なの使ってる人あんまりいないかもしれないですけど、まあ、それにね、使うのに参考になるかと思って、今回ね、動画アップしようと思いました。まあ、多分ね、このソーラーブリードポンプ、メダカの方々ね、やってると思うんですけど、多分このプールで、この水深でやる人はね、多分いなかったと思うので、まあ、参考になるかわかんないですけどね、まあ、他の YouTuber さんとはね、ちょっと違う視点でね、見れるかなっていうことでね、まあ、こちらのね、こちらのプールは、テトラさんのスポンサーでお送りしてますということでですね、テトラさんのためにもですね、がっつりね、いろいろ実験していきたいと思います。そうなんですよ、これ言わなきゃでしたね。毎回このチャンネルはテトラさんのスポンサーでお送りしますってな感じでね、入れていきます。しっかりテトラさんを宣伝していきます。テトラさんのね、ソーラーブリードポンプ、しっかり、動いてます。で、ジャッカフォンがね、なんとね、二輪咲きしてくれました。でもね、やっぱちょっとね、シワシワかなって感じですね。もうちょっとね、多分ね、綺麗にはね、咲いてくれると思うんですけど、まあ濃さ的にはね、結構濃いっちゃ濃いけど、もっとね、ピンクが濃くなってくれるといいんですけどね。まあ開花初期だからまだね、安定しないのかなと思います。ただね、もうこれかなりね、でかくなってきてるので、一回結局これはもしかしたらね、今後ね、植え替えしなきゃいけないかもしれないですね。まあ、右の花の方がね、結構綺麗な形整っててね、この白い斑も入ってですね、いや、めちゃくちゃおしゃれですね。見てください、この立派な葉っぱ、めちゃくちゃ育ってきました。で、さらに5月の8日ですね。見てください。ベリーズファイヤーオパールもね、咲いてきました。でかいっすね、これ。めちゃくちゃね、大輪の花がね、咲いてきてくれました。ベリーズファイヤーオパールです。いや、めっちゃ綺麗じゃないですか。そしてね、まん丸ですね。これ開花初日ですね。まん丸に咲いてくれてます。多分ね、こっから多分ね、もうちょっと翌日になってくると開いてくれると思います。どうですか、この葉っぱの茂り具合がね、いい感じになってきましたね。ただね、水もめっちゃね、グリーンウォーターになってきましたね。結局まためっちゃね、まん丸で可愛いですよね。丸々してで、ジャッカフォンはお休みですね。さっきの多分ね、これ2つがね、終わった感じですね。でもさらにね、見てください、これつぼみ3つ4つぐらい出てますよね。ジャッカフォンね、めちゃくちゃね、花上がりいいですね。こっちのね、タンクワンも出てきましたね、つぼみが。これもうちょっとで咲きそうですね、タンクワン。で、ブリードポンプもしっかりね、動いてますよ。テトラさん、がっつり動いてくれてます。これね、多分ね、水深さっきよりちょっと雨かなんかで、ちょっとね、上がってきましたよね、だんだん。だんだん上がってきました。で、これね、上から見た感じ、葉っぱがだいぶ茂ってきました。じゃあね、ペリーズファイアオパールもね、葉っぱめちゃくちゃ茂ってますね。で、こっち
ちの、まあ、奥のね、奥の、あれなんだっけ、このマニカムか、マニカムがねちょっとね遅いんですよね、成長が。いい感じですね。これなんかバスクリン、バスクリンの色みたいな感じになってきましたね。こんな感じですよね、バスクリン。で、だいたい水深が7、8割ぐらいになってきたので、7割ぐらいかな、6、うん、7割ぐらいかな。水深をね、ちょっと測ってみますと、今この段階で水深が52センチぐらいですね。約ね、52センチぐらいあるんですけど、水深52センチぐらいで、こんな感じ。結構出てますよね。52センチあってもこんなに、ね、出てますね。こっちの方も結構出てます。どうですか、結構じゃないですか。水深52センチってね、結構深いと思うんですよ。普通の多分ね、メダカビオトープではそんなないと思うんですけど、それでもね、しっかりこのソーラーポンプ、全部ね稼働してくれて、それなりのエア出てます。それなりっていうか、かなりのねエア出てますよね。まあこの日はね晴れっていうこともあってですね、まあ、結構出てるんですけど、いや十分ぐらいねしっかり出てくれてます。50センチ以上でも全然大丈夫です。ただね、これまだ7割ぐらいの水深なんで、こっからさらにもう一段階深いのもね、この後見ていきます。見てください、これしっかりね出てますよ。そして翌日ですね、ペリーズファイアオパールが開いてるかなって見るとね、やっぱね開いてます。めっちゃ綺麗じゃないですかこれ。でめちゃくちゃ大輪なんですよ。いや、でかいな、めちゃくちゃ立派で、めちゃくちゃ綺麗。いや、これをね見たかったんですよね。やっぱプールだとですね、でかいですね。花が伸び伸びしてますよね、こんな感じで。いやー、いいですね。葉っぱもね、もう自由にね広げられるんで、ほんとねスレがね伸び伸びしてるように見えますよね。ジャッカファン、ジャッカファンじゃない、ジャッカフォンの方ですね。ジャッカファンのつぼみもですね、まだまだ咲いてくれそうですし、なんとこの日タンクワンも来ました。タンクワン今季初開花ですね。タンクワンも綺麗ですね。めっちゃね濃い赤で、とっても赤じゃないな、濃いピンクですね、一応濃いねピンクで、めっちゃ綺麗に咲いてくれました。花形がねめちゃくちゃ整ってますね。開花初期にしては、まあ、先ほどのこっちのペリーズファイアオパールもそうですけど、広い容器だとやっぱね結構花形がね綺麗にね整って咲いてくれるみたいですね。いやー、これ3つ並んでるな、つぼみが縦に綺麗に並んでますね。でこちら120リットルタレに植え付けたラズベリーも、なんとねちっちゃいつぼみ出てきましたよ。こんなねちっちゃい株なのにもうねつぼみ出てきました。まだまだね成長できる余地たっぷりありますね。いやー、鮮やかになってきましたね、だんだん。こんな感じで、なかなかの迫力じゃないですか。このね 4.5 メートルプールのね中から見るスイレン、いいですね。他のもねどんどんねこれからね咲いてきてくれるとね、ほんとね、もっとね色鮮やかで華やかにねなってきてくれると思うんですけどね、果たしてねどんぐらい咲いてくれるか。ペリーズファイアオパール、いや、めっちゃ綺麗だな。遠くにですねタンクワンが見えますね。遠くのタンクワンとこのペリーズファイアオパール、いや、いいですね。そしたらですね、こっからちょっとね他のスイレンたちの成長のね様子も見ていこうかなと思います。でこっちがカロニアナニュエラなんですけど、こっちもねつぼみ出てきましたね。咲きそうですねこれも。でこれがレモンメレンゲかな。レモンメレンゲはまだかなって感じかな。つぼみはねまだちょっとわからんな。でここはね一番ちょっと成長が遅いマニカムなんですけど、マニカムがねほんとねいまいち成長がね遅くて、葉っぱもまだこんな感じでしょぼしょぼなんですよね。こっちのレモンメレンゲとかと比べると。あ、フェインマクドナルドもまだね、こちらもねしょぼしょぼですね。アゾカン交配種はねちょっとねスイッチが入るのに体感性スイレンよりは、時間がかかるかなって感じです。勢いがね出てくればね早いんですけどね。アゾカン交配種はほんとちょっとのんびりかなって感じです。鮮やかですね。タンクワンがねほんと綺麗です。いやー、見てくださいよこれ。ちょっとでもねまだちっちゃいですね。多分ねもっとねでっかいね花、あ、まあ、つぼみもまだありますね。もっとね大輪でね咲いてくれると思うんですよね。前80リットル容器でね育てた時はもっとねでかいの咲いてくれたんで、多分ね、植え替えたばっかでまだね株が充実してないからだと思います。こっからねもっとねさらにね、立派なねタンクワンが咲いてくれると思います。いや、ほんとねペリーズファイアーパールはね見事な花形とね色でね開花してくれましたね。めちゃくちゃね花弁数も多くてですね、ほんと豪華で綺麗です。
で、こちらの結構ね水深ある時で、こっちね日当たり抜群っていうか、まあ日がねがっつり当たってるとこなんですけど、この位置ですね、まあ午後くらいになってくるとこんな感じでこっちね日陰になってくるんですよね、建物の陰で。こっちわかりますかね、あっちは日当たってて、こっちの手前の方は建物の陰になってくるんですけど、晴れてる日の建物の陰だったらね全然問題ないですね。陰ってきてもこんな感じでがっつりねポンプ出てますね。これもさっき言ったように水深が結構ある状態で50センチ近くある状態で、こんな感じでね陰ってきても、全然動いています。まあ、曇りの日とかね雨の日でもね見てみるんですけど、晴れの日で陰ってる状態でもねしっかり、動いてくれてるので、なかなかね本当ね優秀ですね。そしてさらに翌日の5月10日開花してね3日目ってことですかね、3日目ぐらいのベリーズファイアオパールですが、まだまだね綺麗に咲いてくれてます。ちょっと花形が崩れてきたか、いやでも全然綺麗ですね。でもう一個ねさらにつぼみ、あもうさらにもう一個ですね、もう2つ控えてますねつぼみが。そしてこちらのタンク1もね綺麗に咲いてくれてます。こっちもねまだまだ、つぼみもう一個ね控えてくれてます。そうなんですよね、こっちなんで午後になってくるとですね陰ってくるので、水蓮農園よりはもう水蓮農園ね一日中日が当たってるんで、水蓮農園よりはね日当たりがちょっとね落ちるんですよね。でこの葉っぱ見てくださいこれ、ジャッカフォンの葉っぱがでかすぎてですね、こっちのねフェイマクドナルドの方までね侵入しちゃってるので、ちょっとね間引いてあげます。ちょっととこういうね黄色い枯れかけた葉っぱとか元気のない葉っぱを取ってあげたり、あとはもう完全にこっちの、じゃあ、あれですじゃあじゃない、あのフェイマクドナルドですね、フェイマクドナルドに、かぶってるとかねちょっと取ってあげないとですね、フェイマクドナルドがねちょっと負けてしまうのでね、適度ね間引きは必要ですね。ジャッカフォンのね成長は本当ねすごすぎますね。で5月12日になってくるとカロニアナニウエラがね今季初開花です。いやめっちゃ綺麗じゃないですかこれ、このね純白な真っ白でシャープな花弁で、このカロニアナニウエラはねこう花弁が内側にこう丸くなるっていうかね、上をシュッて向くような感じになるのがね特徴的でね、これがねまためちゃくちゃ綺麗ですね。いやーめっちゃ綺麗に咲いてくれました。ほんとねここのねプールではねいろんな色のね水蓮を見たいので、今んとこねピンクと白が咲いてくれたので、あとは黄色系のレモンメレンゲとかね、その辺がね同時にですね全色ね咲いてくれるといいんですけどね、コンプリートをね目指したいですが、こちらねサイアムニンフもつぼみ出てきましたね。ジャッカフォンがね相変わらずすごいですね。ただね花形が安定しないですね、どうもなぜかさ、なぜか綺麗にね咲かないですね。こっちね小株の方もねすごいですよね、多分こっち小株なんですけど、小株の方からもつぼみ、こっちがねメインの親株だと思うんですよ。でこっちがねサブの小株なんだと思うんですけど、小株の方からもねめちゃくちゃ出てますね。これねやっぱねちょっと植え替えと株分けしてあげないとかなと思います。ラズベリーのねつぼみもちっちゃいですけどね出てきましたね、だいぶちっちゃいですねこれも。まあ、株がね多分ちっちゃいので多分花もねそんな大きくないのかなって思います。で5月14日ついにねこの日が来ました。この日雨めっちゃ降ってるんですけど、見てください雨の日でこの50センチ以上ある水深でも、いやめちゃくちゃ動いてます、めちゃくちゃソーラーブリードポンプ動いてますよ。雨なのにがっつり、見てくださいこれ、この威力ですよ。雨こんな感じでめっちゃね雲もがっつりあって、雨も降ってて太陽全く出てない状態でこんなね動いてくれてますね。ほんとね曇りの日でも大丈夫って書いてありましたけどね、雨の日でも大丈夫でしたね。それも水深これ多分さっきよりこれ増えてますよね、明らかにもうほぼほぼ並々ぐらいに水深がね増えてるので、この後ね水深測りますけど、最初の時の50何センチよりね多分ねこの後出てくると思うんですけど深くなってます。雨の日でさらにねこの深さ、でもね全然動いてるっていうね、なかなかすごいですね。でペリーズファイアオパールのねこれ2輪目3輪目かなもしかして、がね綺麗に咲いてくれました。やっぱねこっちもねまたまたね綺麗ですね、形がねほんとね、めちゃくちゃ整ってますね。でまたね、大輪ですね、やっぱりねこれも大きい大きい効果なのか綺麗に咲いてくれてます。この濃いピンクがねほんとねめちゃくちゃ綺麗ですね。でねまん丸で可愛いですねめちゃくちゃまん丸でね可愛いです。葉っぱもねめちゃくちゃ増えてきましたね、すごくないですかこれ、葉っぱ
葉めっちゃ増えてきます。この動画の最後の方でね、ちょっとね初期の頃とねちょっと比べてみようと思います。どれぐらいね葉っぱがね茂ったのか、このねスイレンの絵のね成長の様子比べてみたいと思います。で水深をねここからねちょっと見ていくんですけど、見てくださいこれ59センチありますよ。だいたい59センチぐらいあって、さっきのねラーメンの中でも稼働してたんでね、ほんとねなかなか優秀ですね。まあ約ね60センチあっても、ちゃんとねこんな感じでしっかりね動いてくれるっていうね、ほんとねすごいですね。やっぱね浅い水深じゃないとね、まあメダカ用に作られてるんで浅い水深だけじゃないと稼働しないとかね動かないかなと思ったんですけど、60センチいけるって結構あれですよね。深くても大丈夫ですよね。だって60センチレギュラー水槽分の高さ分の深さでもあんな感じでねしっかりこんな感じでしっかりエア出てくれるので、ほんとね、頼もしいですね。こちらあれですね、妊婦がなんかね半開きですね。葉っぱがねすごいです。めっちゃ茂ってきてます。ちょっとね色鮮やかになってきましたね、半開きですけど。いや、ジャッカホンの葉っぱがでかいな。またこれもヘイマクドナルドの方に侵入してますね。見てください、これもう手のひらよりでかいですよ。成人男性の手のひらよりねでかい感じで、花はね相変わらずちょっとシワシワっていうか、うまくね開いてない感じですね。まあでもねまだつぼみがねいっぱいありますね。これはねちょっと植え替えてあげてないのでこんな感じなのかもしれないですね。植え替えしてあげないといけないんですけどね、いやなかなかねやることが多すぎてちょっとね追いつけないです。本当はねもうちょっと、ね、早く植え替えをしてあげないとねいけないんですがね、他にもね植えたいねスイレンがねいっぱいありましてですね。でちなみに、初期の頃ですね3月24日見てみると、見てくださいこんなんですよ。3月24日だとこんなんですよ。これペリーズファイヤーオパールだな、多分これペリーズファイヤーオパールで、こっちがねカロニアナニュエラーかな、で奥のがあれ多分ねタンクワンだと思うんですよね。で4月6日になってくると、これ一応ねもう全部入ってるんですけど、あまあラズベリーがねないですけど、ウェディングドレス、タンクワンで、これジャッカフォンですね。ジャッカフォンはねもう元からでかいんですけど、でペリーズニンフか、サイアムニンフでペリーズファイヤーオパール、これペリーズファイアオパールですね。さっきのめっちゃ咲いてた。で、さっきね、初開花したカロニアナニュエラ。カロニアナニュエラなんて初期なんてこんなちっちゃいんですよ。ペリーズファイアオパールもね、こんなちっちゃかったのにね、あんな大輪の花咲かせてくれてですね。まあ、この頃からつぼみはね、多分ね、ちっちゃいのがあったんですよね。いやー、ニーフもね、めちゃくちゃちっちゃかったですよね。こんなんですよ、ニーフ。こんなちっちゃいのがね、だいぶね、葉っぱ上がってきてましてね。ジャッカフォンも元からね、結構でかいんですけど、ジャッカフォンですね。さらにね伸びてますよね。でフェイマクドナルド、フェイマクドナルドの方までまだ行ってないですもんね葉っぱが。でさっきのがレモンメレンゲ、これがウェディングドレスね。ウェディングドレスはまだね咲いてないですけど、葉っぱはね今だいぶ大きくなってきましたね。でさっきね咲いてたねタンクワンもね、だいぶ大きくなりましたね。このまだね頼もしくない葉っぱだけでしたもんね。まだこんな感じでね、これマニカムがねこの頃はまだね葉っぱ2枚なんで、この頃に比べればね成長はしてるんですけど、やっぱりねまだまだって感じですね。まあこんな感じのね寂しかったねプールからね、だいぶね色鮮やかになってきましたね。タンク1のこれ2輪目ですかね。めちゃくちゃ綺麗ですね。いやこの濃いピンクがやばいですね。とってもね綺麗にね咲いてくれました。めちゃくちゃ綺麗です。ということでですね、4.5 メートルプールもだいぶいい感じになってきましたので、次回はですね、こちらのプールにね、メダカを放流していきたいと思います。このね、4.5 メートルプールでね、泳ぐメダカ、皆さんめちゃくちゃ楽しみじゃないですか。ぜひね、楽しみにしててください。本日も動画最後までご視聴いただき、誠にありがとうございます。本当皆さんいつもコメントやグッドボタンありがとうございます。またね、ヤフオクでスイレン水生植物購入してくださった方もありがとうございます。続々とね、カズさんのところで買ったスイレン開花したよとかね、インスタとか、ツイッターとかでね、メッションしてくれてですね、自分もね、めちゃくちゃ嬉しいです。今もですね、ヤフオクで絶賛スイレン水生植物販売中ですので、ぜひね、ヤフオクカズのメダカスイレンビオトープ、検索してみてください。熱帯スイレンもですね続々と出品してますので、ぜひね熱帯スイレン狙ってた方はですね、ぜひ、こちらもね新たにチェックしてみてください。どんどんね毎週新しいスイレン、出してきますので、ぜひね毎週欠かさず見ていただけるとね、嬉しいです。
またね、店舗販売では大阪にありますね、箱庭物語さんの方で自分とこのね、スイレン水生植物ハスなんかを販売してます。自分とこはね、ほぼほぼハスの販売がね終わってしまったので、箱庭物語さんでしたらもう植え付けてある、自分とこのね、ハス購入できますので、ハスね、ちょっとね買えなかったよっていう方はね、ぜひ箱庭物語さんの方に足運んでみてください。また7月にですね、箱庭物語さんの方で、イベントをやろうと思ってますので、ぜひね、7月のイベント皆さんに会えるの楽しみにしてます。詳しくはね、また SNS 等で連絡すると思いますので、ぜひね、皆さん、夏休みついでに遊び来てください。で、箱庭物語さんの YouTube チャンネルの方で、4月にやったね、イベントの様子、動画アップしてますので、気になる方はね、ぜひ箱庭物語さんの方のチャンネル登録の方もよろしくお願いします。またね、最近サボり気味なんですけど、サブチャンネルでね、観葉植物チャンネルもやってます。必ずね、動画アップしますので、ちょっとね気長にお待ちください。ではまた。